こんにちは8月16日金曜日午後4時になりましたマーケットの今週振り返り来週を先取りするマーケット一目瞭然岸本芳生ですまず簡単に台風です昨日非常に強い勢力に発達した台風7号まさに今今日の午後から明日にかけ関東に接近するという状況になっています皆さんスマートフォンの緊急速報メールとか防災アプリなども使って情報にご注意をいただきたいと思います 一方、東海から西は相変わらず猛暑、極端です、それにしてもマーケットの方も極端な乱高下、大荒れの8月となっていましたがちょうど折り返しの今週ですねまず株式、日経平均株価、先ほど取引を終えました金曜の終値、ね。 1336円高という3%を起こす大きな値上がりで終わりに3万8000円の大台回復です。週間で見ましても、先月の半ば以降、4週連続で下がり続けてきた。ざっと1ヶ月下がってきたところが、5週間ぶりにようやく上昇に転じたという。まあ、先月11日の最高値ですね。4万2000円台から先週月曜3万1000円台まで、この歴史記録に記録にも。 残る急落から半分以上戻ってきたということになりますがこの回復の背景はいろいろあるんですけれどもその背景え先月からの急落の最大の要因アメリカの景気経済が失速するのではないかという懸念が2つの注目データで一旦和らいだのが大きかったんですねまず今週水曜日に発表された CPI 消費者物価指数、まあ、ほぼ市場予想通りにま下がってきたということでもう全体として物価の伸びの 鈍りがいいているでこれでアメリカの景気失速するのかというと翌日に出ました小売売上高は予想を上回って伸びている消費は強いんだつまりアメリカの景気は落ちていっているんだろうけれども失速はしない軟着陸で済むかも。 なんだ心配してずいぶんかぶったんだけれどもそれならばという買い戻しが入っていてニューヨーク株式市場ダウ工業株30週平均水曜日に木曜4万ドルの大台を回復して木曜日もさらに上昇をしています。 でアメリカの景気が失速しないとなりますとアメリカの中央銀行 FRB= 連邦準備理事会は来月、利下げを始めるんだろうけれども政策金利の引き下げ幅は大幅0.5%ではなく0.25%、小幅にとどまるだろうそうなれば日本との,この一目瞭然の金利の差はなかなか大きくは縮まっていかない。 アメリカの金利は日本と比べるとなお高い状況が続きそうだという見方が強まって為替市場ではドルを買う動きが出ました円安ですドル円相場これ現在の値ですけれども日本時間の夕べアメリカの小売売上高が出た直後もうご覧の一目瞭然のドル高円安の動きということで一ドル149円台に入りました現在もこれ今の値149円ちょうど近くで動いています でこうした円安ももちろん日本の株の追い風となりましたそしてアメリカの景気も大事ですけど日本はどうなんだということで今週は日本の GDP ・国内総生産の昨日発表速報値が昨日発表されました4月から6月期は実質でこの4月から6月の,この3ヶ月間の勢いを1年間続いたと仮定する年率に直すと2期ぶりのプラス 成長とということになりましたで今回のポイントをまとめると自動車の品質不正の問題の影響が一巡し消費や投資が持ち直しとして消費が強い個人消費は5四半期ぶりに増加外食や衣服などの消費も伸びる自動車が押し上げて輸出もプラスに名目 GDP が年率換算で初めて600兆円超え実質の雇用者報酬は1四半期ぶりに増えた。 物価の伸びをまあ上回ってきたということですねそれで所得環境が改善し消費が伸びたということでこの GDP について専門家が日経でしまいコメントを寄せる THINK かつて日銀で金融政策を決める審議員を務めた慶応義塾大学白井さゆりさんです C6 月の GDP データはあらゆる角度から見て予想より良かったようです 消費が前期比1%伸びとなり1、3月のマイナス0.6%から大きく回復し住宅投資がプラスに転移したことがサプライズとなりました消費は主に耐久財支出が大きく増えたことによるものでこれが猛暑による家電需要拡大によるものなのか,所得,か所得改善による持続性があるのか確認が必要です 既存の消費者センチメントや消費データとやや整合性が欠ける点が気になりますまた前年比の成長率はまだ下落しているため緩慢な景気回復が続いている状態だと思われますただどんどん経済が悪くなっていない状態が確認できたことは株価にもプラスになっていると思いますということでこの GDP のまあ良かったということで株価アシストになっているという見方そしてもう一人シンクがついています日本経済新聞社滝田洋一客員編集員です これは岸田文雄首相の置き土産のようにも注目点は名目 GDP 前期非年率の伸びは7%台で年間産額は607.9兆円初の600兆円の大台の世はトップ記事のはず岸田首相は昨日の G 表明で名目 GDP の600兆円規模に言及しましたがそれが実現した形です企業の売上や利益も働く人の給与明細も政府の税収もすべて名目値です。 デフレ脱却による名目経済の拡大をどう持続させるか岸田首相の後継者の最大の課題です岸田首相の置き見上げということでこの武田さんのシンク昨日投稿されたものですのでここにある昨日の辞表表明というのは一昨日のということになりますがもう言わずもがなですけどもね驚きましたよね突然の岸田首相退陣へ 来月の自民党総裁選挙に出馬しないとおととい14日表明しましたなんといってもいわゆる裏金の問題などで、えー、まあ支持率が上がらずに再選が難しいという判断をしました、まあ、岸田首相の評価いろいろあります裏金などの対応は一言言ってひどかったしかしここはマーケット一目瞭然です。日経平均1本に絞りまして データの通りレ鳩山一郎政権以降首相の在任期間中の上昇率を見ますとこのままいくと岸田首相は第7位歴代の中でも株式市場の評価は相対的に高いとは言えますでこの棒グラフ事実上の対人表明となったおととい時点のグラフで今日の終値まで入れますともう少し伸びまして上昇率3割を超えてきますけれども順位はこのままだと変わりようはないかなという感じです。 で最もこれ7位というのは微妙なんじゃないのという方もいらっしゃると思いますけれどもこの伸び率トップ200%ですから3倍にしたんですかね佐藤栄作首相にしろこの2倍に引き上げた岸信介首相にしろこちらのグラフをご覧ください。昭和40年代までででのお話ですですからこっかららこ以降 バブル経済崩壊以降平成以降で見ると本当に一目瞭然なんですね、ここ第二次安倍政権、そして菅政権を引き継いでさらに株価を上昇させて市場最高値を更新したというこの事実は変わりませんでここと比べられるとなかなかきついところもありますがこのあと誰が引き継ぐのかすでに多くの人が飛び出されていますけれども大注目ということでここから来週の予定です。 その自民党総裁選来週日日火曜日に日程が決まりまりすでその翌日、日経ライブではこれ日程前々から決まっていたんですがドンピシャになりました翌日21日午後6時から次の首相を読むザ・ニュースペーパー・アット・日経と歴代首相のモノマネで知られる社会封じコント集団と一緒に日本経済新聞社の里川陽一客員編集員が読み解いていきます。で来週はこのほか 金曜日23日に衆議院財務金融委員会の閉会中審査がありますで、ここに呼ばれているのは日銀の上田和夫総裁ですえ先月の利上げからの株価まあ、急落してその後も乱高下とこういう状況を受けてどういう質疑となるのか今後の利上げのタイミングなどヒントが出てくるんでしょうか答弁によっては株価や為替にも影響があるのでここ注目です そして世界各国の中央銀行トップ経済学者らが集まりリゾート地に集まってざっくばらんな話をするという国際シンポジウムいわゆるジャクソンホール会議に出席をします FRB のパウエル議長も講演をするということでどんな発言が飛び出すのか日経ライブジャクソンホール公演パウエル議長の真意はということで24日土曜日の 朝10時30分現地取材の日経の記者と東京をつないで解説をしますえ、そして予定もう一つ中国です 20日火曜日に事実上の政策金利であります最優遇貸し出し金利、LPR 発表します先月は追加利下げをしましたさあ、景気の停滞が続く中国の今後どうなるのかということで日経、桃もゆり中国総局長の中国総局長リポート今回特別編皆様の質問に答えるという Q&A ライブを22日木曜日午後6時にやります。 中国の政治経済社会について聞きたいことご意見をどしどしとお寄せくださいマーケット一目瞭然今週はこんなところでは来週も午後4時にというところなんですがごめんなさい来週はそうならないんです 来週は私この日経を飛び出しまして上場企業と個人投資家の対話の場第十九回日経 IR 個人投資家フェアの会場東京の東京ビッグサイトからの生中継ゲストに日清基礎研究所の井出慎吾さんをお迎えしてお送りをしますで開始が来週に限って大人の事情です遅くなります一時間遅くなって午後五時からになりますのでご注意をください それではマーケット一目瞭然台風接近に十分に注意をしながら来週は8月23日金曜日午後5時にお目にかかります。